はい、本日はですね、冬に絶対買うべきノースフェイスのアイテム4選を紹介していきたいなというふうに思います。僕はですね、普段から服のレビューとかよくやってて、特にノースフェイスのアイテムが多いんですよね。でそれこそですね、多分ノースフェイスの店員さんよりも多分ノースフェイスの服持ってるでっていうぐらい服結構あったりはするので、まあそういうレビューするっていうのがメインでやってるので持ってるんですけど、まあそんな僕がですね、この今まで持って買ってきたノースフェイスの中で何が良かった、特にこの冬に何が必要なんて言われた時に、もう真っ先にこの4つをあげるかなっていう4つを、まあ、今回はご紹介していきたいなというふうに思うんですけど、あくまで人気アウターとか人気なものを紹介するんじゃなくて、今まで僕が買ってこれは絶対冬場に必要やでっていうのを紹介していきたいなというふうに思いますので、意外とですね売り切れ続出っていうものではなくて、結構余ってたりとか、それこそセールにかかってるものがあったりだとか、そういうものを紹介はしていくんですけど、まあ、言うならばあまりスポットは当たってないけども好きな人は好きっていうようなアイテムというか、まあ、あれば必ず絶対満足できるっていうのがこの4つかなと、まあ、僕は個人的に思ってますので、全て今現時点でやったらオンラインとかでも全然買える状態なんで、まあ、もしかしたら見てもらってる時にはもうないかもしれないんですけど、この撮影してる段階では全然あったりはするので、それを紹介していきたいなというふうに思いますので、今日の流れとしてはですね、まあ、この冬に絶対買うべきアイテムっていうのをまず1点目から4点目まで紹介はしていくんですけど、それぞれのまあ一言で特徴といいますか、まあ、こういうのがありますよっていうのが話して、で特にどういった方にこうおすすめできるんかっていうのも話はしていきたいなというふうに思いますので、まあ、そんな感じで淡々と紹介しておしまいにしていきたいなというふうに思います。まず1つ目ですね、ノースフェイスの絶対買うべき、この冬に絶対買うべきおすすめのアイテムっていうのがですね、こちらのベースレイヤーになります。ベースレイヤーって何かっていうとですね、まあ、要は肌着になってるんですけど、分かりやすく言うところの、まあ、ユニクロのヒートテックですか、ヒートテックにまあ近いような感じになってるんですけど、あ、ほんならヒートテックでええやんって、これ値段もねヒートテックの3倍ぐらいするので、なんでお前そんなもん勧めんねんっていう感じだと思うんですけど、ヒートテックと大きく違うところがあるんですね。それが何なのかっていうところになってくると思うんですけど、まあ、おそらくですねこれ見ていただいてる方の中でヒートテックを今まで着たことないっていう方結構少ないと思うんですね。1回は着たことあるって方多いと思うんですけど、ヒートテックってまあめちゃくちゃいいアイテムやとは思うんですけど、こう冬場に着てたりとかして、例えばデパート入ったりとか、買い物したりとかしてる時に、室内入ったりとかする時にパッて履いてたりしたら、なんか暑くなってくる時ってあるじゃないですか。で暑い時って、まあ、もちろん冬場といえどもやっぱ汗かいてきたりするし、汗かいてきてなんかこう寒なってきたなっていう感覚ってもしかしたらあるかもしれないんですよね。でそれってヒートテックの生地の特性として必ず起こり得ることで、なんでそんなことが起こるのっていうと、ヒートテックっていうのはですねレーヨンっていう生地が入ってるんですね、ユニクロのヒートテックには。でそのレイヨンっていう生地はものすごいこうちゃんと暖かさを出してくれるっていうのもそうなんですけども、その反面汗を吸収したら乾きにくいっていう特徴があるんですよ。だから、まあ、いくら真冬といえどもちょっと脇元にじんわりこうなんていうんですか、暖かくなってきたりちょっと汗がにじんできたなぐらいの時ってあるじゃないですか。でそんな時なんかはしっかり汗は吸収してくれるんですけども、それが完全に冷えてくるんですよね。なのでその都度その都度ちゃんと着替えができればいいんですけど、なかなかそういうのってできんじゃないですか。まあ、なので僕はですねあんま個人的なヒートテックっていうのは着ないようにしてて、あんまその着替えるのがめんどくさいんで、もうそういった1枚でずっと着れる方がいいなと思った時に、このノースフェイスの肌着が、着替えが必要ないんですよ。っていうのも何かっていうと、これ冷温が 0% なんですね。1% も入ってないということで、その汗をそもそも吸収しないんですよね。なので汗を吸っちゃって乾かなくて汗冷えするっていうことがそもそも起こらないんですよ。だからこれとか着て、僕もですね冬場に友達の引っ越しとか手伝ったことあるんですね。ほんなら汗びちょびちょにかいてきたりするけども、このインナーというかベースレイヤー、肌着に関してはもう全く濡れてないんですよ。そもそも汗を吸わないから。で結果的には汗冷えすることがないということになってるので、これはね、汗冷えせえへんっていうだけじゃなくて、そもそも暖かさもあるんですよ。暖かいし汗冷えもせえへんっていう考えたらめちゃくちゃ使い勝手いいんですよ。だから僕結構これおすすめしたりするんですけど、これ買いはった人はこれめっちゃいいなって、なんで今まで知らんかった買わんかったんかって思えるぐらいええわって言ってて、まあ、僕も正直これ最初勧められた時に、いや肌着そんなもんいらんやんみたいな、ユニクロでええやんとかって思ってたんですけど、まあ、実際買ってみたら、いやいやこれ手放されへんわっていうことで、僕これもう5年目ぐらいに突入してるんですよね。でほんまやったら多分もう新しいの買った方がいいと思うんですけど、まあ、いかんせん元々の値段がね結構ユニクロの3倍ぐらいするってことで、もうボロボロっていうか破れるまで来たろうと思ってるので、まあ、まだまだ着る予定ではあるんですけども、まあ、結構肌着って軽視されるじゃないですか。まあまあえっかぐらいに思われるけども、意外と重要っていうことになってるので、まあ、これはこの冬に買って絶対いいやろうなというふうに思いますので、おすすめできるベースレイヤーかなというふうに思いますのがまず1つ目になります。では次2つ目っていうのがですね、こちらのサンダージャケットになります。まあ、これはですね、もうめちゃくちゃいいんですよね。もうめちゃくちゃいいって何がいいかっていうと、例えば今ぐらいの秋口やったら、これをアウターにして、普通にまあチャリンコとかも乗れるし、その辺散歩とかもできるっていう感じになってて、冬場になったらこれをインナーにしていけばいいんですよ。って考えると、秋から冬、そして春まで着れるってことで、着れる時期が結構長いんですよ。で、それ以外にやったら、例えば車乗る方なんかも、このまま車乗れるし、で、運転も全然かさばったりとかせえへんっていうのもあったりだとか、で、自転車乗る時なんかも全然これ自転車乗ってて、いきなり雨降ってきたってなっても、これ中がですね、綿入ってるんですけど、この綿は別に濡れても大丈夫な綿が入ってたりするっていうことで、天候的にもそんなにこうシビアにやらんでいいっていうところもあったりして、これ使い勝手がめちゃくちゃいいんです。使える用途が広いと言いますか。なんか僕は結構これを推してて、これに関してはよくセールとかにもかかってるんですよね。こんなええのがなんでセールかかってんやろと思うぐらい、あんま着目されてないというか、結構ノースフェイスといえばダウンジャケットってもっとごついダウンジャケットこう皆さん注目されると思うんですけど、このインナーダウンが一番ええんよっていうことになってて、まあ、僕は何回か動画で言ってるんですけど、正直友達とかにはそういう人気のアウターなんか買わんでいいから、もうこのサンダージャケット買っとった方が絶対いいからっておすすめできるぐらい、これはめちゃくちゃいいんですよね。なんでそんなええのっていうと、やっぱ僕がもう冬場になったら毎日使ってるんですよ。で、まあ自分がそんだけ愛用してるもんやから、そうやって堂々言えるじゃないですか。だからまあこれはおすすめかなというふうに思います。まあ、ちなみに先ほどご紹介したこのベースレイヤーの上にこのサンダージャケットを着るっていうだけで、暖かさもあるし、あと汗冷えすることもないっていうことになってるので、この組み合わせも結構最強なんで、まさに僕が冬場によくしてるこの組み合わせということになっておりますね。まあ、さっきのもこれもそうなんですけど、買った人はみんな言うのがほんまにこれ買ってよかったって言うんで、まあ、これはまあ結構おすすめできるんちゃうかなということで、もう正々堂々と言っていきたいなというふうに思います。という正々堂々ということやということなんですが、次に行きますね。で、次3点目がですね、こちらの、ウィンドストッパーのグローブになります。まあ手袋になってるんですけど、僕ノースフェイスの手袋はですね、結構こんな感じでいっぱいあるんですよね。1個、2個、3個、4個ってあるんですけど、これに関してはまだレビューしてないからタグついてるけども、いずれレビューすると思うんで、また楽しみにしてくださいということで、まあいろいろあるんですけども、手袋ってそれぞれ皆さん持ってはると思うんですけど、まああったかい手袋ってまああるじゃないですか。どこのブランドでもあるし、どこのメーカーでもユニクロでもウールのあったかいのがあったり、モコモコのがあったりとかすると思うんですけども、これぐらい薄手やのにもう全く風通さへん手袋っていうのはやっぱりアウトドアメーカーじゃないとないっていうふうに思うんですよね。でそれこそスキーのグローブみたいにごっついグローブとかやったら、まあもちろん雪も通さへんし風も通さへんな、それはわかるけども、これぐらいスタイリッシュにさってこう何ていうんですか、手も動かしやすいし、スマホとかも全然触れるぐらいの操作性があるのにもかかわらず、こっちに関しては全く風を通さないっていうことになってるので、まあ自転車ももちろんそうやし、あと歩いててもそうなんですけども、やっぱこれはアウトドアメーカーならではというか、なかなかファッションブランドで風を通さへん手袋ってあんまないじゃないですか。まあ今はあるんか知らないですけどね。って考えた時に、まあこれは買っとって損ないというか、これが確か値段も6000か7000ぐらいかなっていうことなんで、まあそんなべらぼうに高いわけじゃないのにしっかり機能がついてるっていうことで、まあこれは買ってて間違いないかなというところで、まあ、買うべきアイテムかなと思います。まあこんだけね愛用してるからもうボロボロなってるんですよね。ボロボロなるぐらいまで使えるということになってるので、まあこれだけきっちり宣伝しますので、ノースフェイスさんいつかね、案件の方いただければなというふうに思うんですが、そんなこと言って4つ目に行きたいなと思います。で、4つ目っていうのがですね、こちらのインサレーションパンツになります。まあ、これは何がいいのかっていうと、まあ、これ見てもらったら分かる通り、綿が入ってるんですよね。だから綿が入ってるっていうのはあったかい。もちろんそれはそうなんですけども、綿が入ってるのを場所によって綿は入ってるけども、他は入ってないっていうことになってて、要はどういうことかっていうと、あったかいけども、あとは他はストレッチ性があったりして動きやすいんですよ。だから普通にヘアギフトとしてももちろん使えるし、ちょっとランニングする時とかでも全然使えるようなストレッチ性があったりするっていうことになってるので、暖かさもあって、なおかつ動きやすさもあるので、結構難しいと思うんですよね。それこそさっき紹介したこのサンダージャケットっていう上に着るモコモコっていうか中に綿が入ってるタイプに関しては、これはストレッチ性がないんですよ。やけどまあアウターやからまあいいじゃないですか。だけどパンツに関してはストレッチ性がないっていうのは困るじゃないですか。特に下半身で座ったり立ったりとかってよく動くシーンが多いので、やっぱりストレッチ性がないと絶対困るってことになってて、それを考えるとちゃんとストレッチ性があって部屋着にもなって寝転んだり座ったり立ったりしても全く苦痛じゃない。やのに他のパンツに比べるとあったかいっていうことになってたら、まあそら冬場になったらこれいるよねっていうことになってて、まあこれも買うべきアイテムかなというふうに思うんですが、まあそれぞれのね詳しい説明っていうのはそれぞれレビュー動画で喋ってるんですけども、これ見てる方気づいた方もいらっしゃるかもしれないんですけど、まず1個目がインナー、次はアウター、そして、パンツ、そして手袋。これで全身が揃っちゃうわけなんですよね。でこれは全然意識してたわけじゃなくて、ようよう何がこれマジでいいやつかなみたいな、この冬に使えるって何って言われたら何かなってめっちゃ考えた結果、この4つ集めた時にあトータルできたやんと思ったんですけど、別に何の戦略もなく気がついたらこんな感じで出来上がってたということになってるので、まあ、パンツが18000円ぐらい、そしてサンダルジャケットは3万円ぐらい、この辺はちょっと高いかなと思うんですけど、インナーに関してはこれ6000円か7000円かな、ちょっとはっきり覚えてないです、それぐらいでグローブも6000円か7000円っていうことなんで、まずじゃあ騙されたと思って、まあ、手袋とインナーぐらいからやってみて、あ拓造いうことほんまやなと思った方は次にパンツに行ってもらったり、価格の高いジャケットの方に行ってもらったらいいかなと思うんですけど、このサンダージャケットに関しては去年のモデルとかやったら普通にもう安くなったりはしてるんですよね。でまあそれは一応下の説明欄に貼っとくんですけど、安く買えたりもできるっていうことなんで、ノースフェイスの人気のもう高いダウンジャケットとか買うぐらいやったら、これ全部込み込みで買っても6万円いかないんですよね。5万円台で買えるってことで、これ4つ買ってバルトロより安いんですよ。やったら僕はこっち買った方がいいかなというふうに思ってるので、まあ、もちろんねバルトロもいいジャケットやとは思うんですけど、まあ、僕に別に、ね、ノースフェイスから案件いただいてるわけでも何でもないんで、まあ、個人的な正直な意見言いますけど、正直この4つ買った方がいいんちゃうかなというふうには思っております。でまああとはですね、それぞれファッション性とかも皆さんあると思うので、もうちょっと俺はワイドなパンツ履きたいっていう方は、例えばパンツは違うのをするけどインナーはじゃあ1回買ってみようかなとか、あと普段はこうユニクロのヒートテックを着ることが多いから、俺は絶対ユニクロのヒートテックやねんけども、じゃあ手袋だけ一回やってみようかなみたいな感じで、全然そんなんでもいいとは思うんですけど、まあ、別に僕も買ってほしいとかも特に思わないんですけど、おすすめ何って言われると、まあ、この辺がまあ一番いいんちゃうかなっていうのが正直本音なんですよね。まあ、なのでこう一般的に求められてる動画とはちょっと違うかもしれないです。一般的にはもうちょっとこう人気ジャケットを比較したりしてほしいかもしれないんですけど、正直マジで何がいいって言われたらもうこれっていうことになってるので、勝手なおっさんが一人で一人ごと言ってたわってぐらいの感じで思っといてもらえればいいんじゃないかなというふうに思います。ということになってますので、本日はですね、この冬に絶対買うべきおすすめのノースフェイス4選というのを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。